YouTube でお金稼いでますか？はい。はい。皆さん、こんにちは。覆面 YouTuber、タカです。ちょっとだけ書いてきました。書いてみました。気になる男シリーズ第32話ですね。第32話になりました。久保さん、よろしくお願いします。ということで始まったんですけども、前回久保さんがお話ししたところで3つのテーマでお話ししていただいたんじゃないかなと思うんですけども、まあ、精神力、まあ3つですね。1番が精神力、そして2つ目が普通人脱却力と、まあ無理やりこう、感じにしてみたんですけどね。まあ普通の人を脱却するお話ですね。普通のままじゃ、いつまで経っても普通のままだよね、と。だから、普通で良くないなら普通じゃないやり方をやっていかなきゃいけないんじゃないのっていうお話をしていたのかなと。そして3つ目が展開力ですね。展開力。自分の見識を持ってどれだけその一つのキーワードに対して広げていけるのかっていうお話していただいたんじゃないかなと。そして一番やっぱり時間をかけたところは精神力のお話が長かったんじゃないかなと思ったりもするんですけど、まあ、この精神力ですね、まあ、よくあるあるなんですけどね、あるある、まあ、それは自分もあるかもしれないんですけども、まあ、稼ぎたいけどやる気が出ないと、稼ぎたいけどやる気が出ないんです。まあ本当にこれあるあるなんですよね。まあ理由もこういろいろ聞いていくと、まあよくあるパターンなんですけどね、まあ、疲れてますと、疲れてるんですと疲れてるんです、そしてもう興味がそもそも持てないんですと、お金欲しいんだけど興味は持てないんですとか、で興味が持てないからね、集中力も続かないんだよみたいなね、いうお話も、まあ、当然いろいろ聞くと思うんですけど、まあ、そこで久保さんからあの提言ですね、精神力鍛えてますかと、精神力鍛えてますかっていうね質問になるわけなんですけど、これまあほとんどの人は体っていうのは鍛えれるけどやらないと、まあ当然体は結構鍛えてる人多いんじゃないかなと思うんですね。筋トレだったり、まあ走り込みだったり、まあ何でもいいんですけどね、まあそういったことをやっている人多いんじゃないですけど、多いと思うんですけど、じゃあ今度頭脳の方ですね、頭脳、まあ精神の方は鍛えれるけど、これより鍛えてる人少ないんじゃないのっていう話ですよね。体ならね、こう目に見えるんですけど、精神とか頭脳ってなかなか、まあ、見えないところがある。だからこの結局そのなぜならっていうところなんですけど、まあ、体を鍛えるのも頭を鍛えるのも精神鍛えるのも、まあ、そもそもそのつまらんとつまらないとつまらないと、でつまらないってことはそのやっぱりね、分かってると思うんですよね。皆さんもコツコツやらないと結果が出ないと、もう結果が出ない、まあ、そりゃそうですよね。そんなすぐに結果が出ればみんなスーパーマンになれるって話で、まあ、だからこそこの罠にはまってしまうと、罠にはまってしまう、まあ、どんな罠かっていうと、まあ、これですよね。すぐに結果が出るんですよと、一瞬であなたは枯れますっていうね、もうこの甘い誘惑というか甘いキャッチコピーというか、やっぱねこれどうしても人間弱い生き物なんでしょうがないかなとは思うんですけど、でもね、やっぱり安西先生は言ってくれました。安西先生はね、まあお前なんか勘違いしとりゃせんかと、ね、まあすぐに変われないんですよというとこなんですよね、本当に。そして、ことわざでも言ってますよね。結局、急がば回れなんですよと、まあ稼ぎたいなら時間をかけて変わっていくしかないと。もうね、身も蓋もないんですけど、もうこれですよね、本当に。まあこれ自分の人生振り返ってみて、本当にないですよね、その時間をかけて変わっていくしか。まあ、スポーツにせよ、まあ受験にせよ、まあいろいろあると思うんですけど、まあ、辛く苦しんだからある程度の成果があるんであって、やっぱりその一歩一歩、まあ、進めていくしかないとは思うんですけど、じゃあその今、現状稼げてないなら、まあ今稼げてないならば、もう本当に自分が稼げてないところ、まあ稼げてない脳ですよね。別に自分が悪いわけじゃないと思うんで、稼げてない脳である脳を持っていることを認めなきゃいけないんじゃないかと。これはその人格、自己否定は人格否定じゃないよっていう久保さんも言ってたんですけど、まあそもそもその人格そのものじゃなくて、その稼げてない部分はどこにあるのかと、脳だと、まあ精神だと、だからそこをもう認めていくしかないのかなと。であればこの稼げる脳にアップデートしていけば単純に稼げるっていうことで、人格云々ではないというところなんじゃないかなと。
じゃあそこでやっぱり、まあ、必要になっていくものっていうのはやっぱりどこかなっていうのは今回の一番のテーマだったもう精神力ですね。精神力を鍛えていきましょうっていうね、まあ、話に戻っていくんじゃないかなと思うんですね。で、ここからがちょっと自分の見解なんですけど、まあ、お金を稼ぐっていう目的、お金を稼ぐっていうゴールに向かっていくんであれば、まあ、サッカーと同じかなと思ってるんですけど、もう稼ぐっていうのはゴール。まあ、その先になんかやるっていうのがいろいろあると思うんですけど、まあ、ともかくこの稼ぐっていうところがゴールになっていくんであれば、もうこのゴールに向かう姿勢が全てかなと思って、どれだけそのゴールを決めようという気持ちが強いかによって、その、強さだったりね、その結果が変わってくるんじゃないかなと。まあ、そうなると、この、まあ、誘惑にどれだけ、負けずにどれだけ頑張れるかと。サッカーの試合だったらね、みんな本気でやってるんで、試合だったらやるんですけど、まあ、この、お金を稼ぐっていうところだと、まあ、ね、例えば家の中でやるんであれば、まあ、いろんな誘惑があると思うので、まあ、自分をそのどれだけ律せれるか、律することができるかっていうところが結構問われるんじゃないかなと思ってるんですね。その会社にいれば上司がいるんで、まあ、そこで、ね、怒られるからちゃんとすると思うんですけど、家の中だとやっぱ結構リラックスする場所なんで、リラックスする空間なんで、そもそも。まあ、それだけどれだけ頑張れるかと。まあ、家で頑張れないなら、そのスタバだったり、マックだったり。自分は昔その、会社してた頃は、もう家に帰らず、そもそもスタバとかマックにずっといたんで、まあ、家でそもそもなんか、何かできるっていうのはちょっと難しいなと思ったので、大体外で、いろいろなことはやってたんですけど、ちょっと家に帰ったらもう気持ちがガクッと戻っちゃうというかね、もう緊張の糸切れちゃうんで、まあどうしてもできなかったっていうところもあるので、まあそういうところがあったんですけど、まあそうなるとそのお金を稼ぎたい欲とだらけたい欲、どちらが強いかっていう、このもうどちらかの戦いになっていくのかなと。自分はこの外にいる時っていうのはこのお金を稼ぎたいというかね、何かしなきゃいけないっていう緊張感がずっと保たれてたのでよかったんですけど、その家に帰った瞬間にもだらけたいというか緊張の熱がスパーンと消えちゃって、まあ、ダメになるというか、まあ、忘れてしまうっていうところがあって、それは人によっていろいろあると思うんですよね。どこが緊張の糸を保てるのかなっていうところがあって、でそのお金を稼ぎたい欲、まあ、だらけたい欲の戦いが、まあ、当然あると思うんですけど、そこでその欲の強い方に、まあ、自然と結果は導かれるんじゃないかなと。まあまあ、ごく当たり前のことをなんか言ってるような、言ってないようなところなんですけど、まあその稼げる、稼げないかは欲の強さにかかると。まあ欲望っていう話を前々回の久保さんの話でもね、欲を持ちましょう、欲を強くね、意識しましょうみたいなお話もあったんじゃないかなと思うんですけど、まあ言うたらそのお金を稼ぎたいんですかと。金を稼ぎたいのか、それともそのだらけたいのかと、まあどちらなのっていうね、まあそうは言ってもずっと意識し続けることは難しいんで、どうしてもだらけたい方向に人は流れていってしまうと思うんですね。そんな超人的な精神を持っているわけじゃないので、そしたらそのだらけたいけど、やっぱりお金を稼ぎたいっていうね、この中途半端なわけじゃないですけど、まあそういう気持ちがどうしてもある。で、これがどっちつかずになっちゃって、なかなかこう、できないっていうこと多いんじゃないかなと思うんですけど、じゃあもうこれだらけ心を断つというか、だらけ心をこの断っていく方法っていうのを考えていく必要があるんじゃないかと。それはもう人それぞれいろいろあるんで、なんとも言えないんですけど、まあこれは自分がやってる方法っていうのを一つ、まあ、シェアしようかなとは思うんですけど、まあこれはまあちょっとここは鬼滅の刃の中のキャラクターの中で一番鬼に人間強い、一番強い人で強い剣士の人がまあ言ってたんですけど、このまあ道を極めたものっていうのは、まあたどり着く場所がいつも同じだっていうことを言ってたんですね。だからみんなこの今までが世の中の人なんかすごい実績を出た人っていうのはやっぱみんな同じことを考えるんじゃないかなというところで、まあ、自分もそこを真似しようということで、まあ、欲を断つにはやっぱり人間の三大欲求のどれかを断っていく。まあ、これみんな同じことをやってるんですよね。なんか仙人とかなんかこの昔のすごい、わかんないですけど、なんか空海とかなんかいろんな、なんかわかんないですけど、そういういろんな人はみんなこの三大欲求についてすごく深く意識していて、まあ、どれかを断つっていうところ。まあ、その結局その欲求があるから、まあ、ぶっちゃけその、
集中できなかったりすると思うし、なんかいろんな欲があるんで、こう、なんか欲満にそれたりしちゃうし、集中できないんじゃないかなと思うんですね。その中でこの三大欲求として、まあ、睡眠欲、食欲、性欲と、まあ、どれが、まあ、自分はどれが一番やりやすかったかなっていうのが、まあ、食欲の部分で、まあ、一食ぐらいね、抜くとかなり集中できるっていうところがあったんですね。まあ、だからこれを自分は結構やってましたね、一食。まあ、これ二食とか三食抜いていくとなんか体がおかしくなったり、体が慣れてないんでうまくいかなかったりするし、まあ、他の睡眠を削ったり、まあ、性欲はあまり自分はないんであれなんですけど、ここをコントロールしてもあんまり変わらないっていう、自分はそこまで変わらないんで、そこまでこうなんか抑える意識がないで、あんまり意味がないと。ここは全然意味ないと。じゃああとは睡眠欲か食欲だったんで、睡眠削ったら今度は頭がフラフラになって何もできないっていうところがあったんで、結局食欲しかないっていう消去法だったんですけど、で、消去法でね、まあ、食事を抜くと少しね、集中力が高まるっていうところがあったんで、自分はこれを実践してます。これは単純に食事をすると体のエネルギーがね、どうしても、この人間の器官、胃とかにエネルギー使われちゃうんで眠くなるっていうところもあったんで、じゃあ少し食事を抜くと集中できるっていうところがあったんで、まあこれはすごく自分はやってるとこありません。まあやりすぎるとうまくいかないんであれなんですけど、これもバランスかなと思うんで、自分はこういうことをやってるっていうところで少し集中したりしてるっていうところがありますね。はい。で、次、普通人脱却力ですね。普通人脱却力。これを、なんか、文字でするとなんかかっこいいんですけど、まあ、普通の人を脱却しようっていうね、普通のままじゃダメだよね、みたいな、いう話の、久保さんの下りの話の、なっていくんですけど、まあ、要はその自分を普通の人から脱却するっていうんだったら、やっぱり今の自分の状態っていうのも客観的に把握して、問題を認めていくしかないのかなと。まあ普通から何かしたい。まあ普通の人はね、別に普通でいいんですけど、何かそれを超えていきたいっていうんであれば、何か今の自分から何か問題を見つけて、やっぱり、それを超えていくしか、まあ、ないんじゃないかなと。まあ要はその自分のダメ出しをこうしていくしかないと思う、ないかなと思うんですよね。今の現状が良くないんであれば。で、やっぱこの自分の現状のね、ダメダメチェックっていうのはすごい辛いっていうかね、もうたまんなく苦しい作業なんですけど、でもその自分っていうのをやっぱ認めなければ、その見えない道筋っていうのが、まあ、あるんじゃないかなとは思うんですね。これはこのサッカー漫画から一つ、まあ、自分の好きなね、ブルーロックっていうサッカー漫画からちょっと撮ってきたんですけど、まあ、この自分を認めるっていうのは、まあこれサッカーで言うと勝ち負けがね、完全に決まってしまうんで、まあ、負けっていうのは受け入れたくないっていうところなんですけど、このもう絶望してもね、なお戦おうとすると、負けてもね、負けてもこう立ち向かおうとするところに、この新しい可能性が見つかり、そしてね、自分が負けたくないけど負けてしまったっていうところに、この今まで見ることができない、もう道筋が見つかるっていうところがあったんですよね。まあ、つまりその、これによってこう脳内の認識を正しくアップデートする機会が設けれるのかなと。それでその、しっかりとね、自分の脳内の常識、自分の常識をね、しっかりと、まあ、アップデートしろって言ってるんですけど、アップしろしろと。で、これライバルに勝つためのとこなんで、まあ、これは自分がね、お金をもっと稼ぎたいっていうんであれば、その自分の脳内をしっかり上位変革しろ、まあ、アップデートして、そしてもっと新しい自分になることで、もっと稼げる、今の稼げない自分から稼げるような自分になるっていうところになるんじゃないかなと、まあ、考えたりもするし、これすごく参考になるし、これなんかすごくよく見てたんですけど、この部分だけは。本当に、この部分と自分はこの部分ですね。もう絶望してもなんとかと、諦めてようやく見つかるみたいな、諦めることでしかその見えない道があるっていうことは、すごくなんか、まあ、自分の中でこう、ピンときたというかね、あ、そうか、やっぱり諦めてようやくこう見つかる道があるのかとかいうところだったり、だからこそそこで、自分の常識をここでアップデートする機会になったりっていうね、まあ、諦めるっていうところ、諦めたところから始まったっていうところもなんかあったり、そしてこの覚醒ですよね。で、どうして覚醒していくのかっていうところも話が、ここにつないでいくんですけど、まあ、つまりこれ覚醒とはというところで、まあ、自分が自分を学習する瞬間っていうところなんですよね。結局自分の能力に、自分はできると、まあ、過信するというかですね、まあ、自分は
まだまだできる、自分だったら絶対できるはずだって、こういろいろ頑張ってみたんだけど、なかなかうまくいかないと、絶望してしまったと。でもそれでもやっぱ諦めたくないっていう気持ち、まあ、その気持ちは結局、じゃあもっとなんかどうにかしなきゃいけないなっていうところで、この脳内のね、常識をもっとアップデートしなきゃいけないと。そしてアップデートすることによって自分の常識、自分の今の常識ですね、今の常識をこうぶち壊すというか破壊するっていうことによって、そして覚醒していくと。で、覚醒っていうのはどういうことかっていうと、もう一度何回も言ってますけど、まあ自分が自分を学習すると、自分がより自分を知ることによって、より分かっていくっていうところに、まあ、なっていくんじゃないかなっていうところで、じゃあそのね、自分をより知ることができれば、じゃあ稼げるようになるっていう、まあ話になったんじゃないかなと思うんですけどね。ですけど、でもじゃあこの自分ではなかなか気づかないよっていう話なんですね、結局。うん。自分では気づかないと。分かったと。じゃあアップデートしたいんだけど、自分じゃなかなか気づかねえよってなったら、これ誰かにこれ気づかせてもらうしかないというところなんですよね、きっと。きっとっていうか、自分はまあそうだったんで、でそもそもその自分で自分の限界に蓋をしていることがよく分かってないとか、自分の可能性もよく分かってないし、自分の限界も分かってない。でもそれは他の人から見たら、どういうふうな、客観的に見れるところもあるのかなとは思ってて、そして今度また一つの引用をさせてもらうんですけど、これもこれドラゴンボールですね。ドラゴンボール Z かな。これナメック星の、まあ、クリリンかな。クリリンがね、言ってるところで、まあ、クリリンはさ、頑張ったと、かなり修行してたんで、まあ、かなり頑張ってんで、もうこれ以上、もう自分は限界を超えて頑張ってるっていうところなんですけど、これ最長老様ね、最長老様が、まあ、ちょっと、あなたの眠ってる力を引き出してあげましょう、つってこう、やると、こう、力が吹き出してきたっていうシーンなんですけど、結局その、まあ、何がきっかけで大きく成長するかっていうのは分からないのかなと思ってて、まあ、このクリリンだってもう自分はすごい、頑張ってたんですよね。すごい修行して、まあ、地球人的にすごい努力して頑張ってて、もうこれ以上、無理だっていうか、もうやりきってる感じだったのが、実はこの最長老様の、ナミック星のね、最長老様に、こう、ちょっと、何だろうね、眠ってる力を引き出してもらうことによってこう成長したっていうシーンがあるんですけど、まあだからこそそれするまでにも自分でコツコツできるところまでやっていくしかないのかなと思ってて、わかんないじゃないですか、自分がどれだけ能力持ってるかとか、どれだけ稼げるかとか、どれだけできるかとか、そんなのわかんないんで、それであればやっぱり自分がじゃあ運が悪いって、もし運が悪いって思ってるなら、まあ悪いなりにあがいていく、まあ、これは運が悪いっていうのは自分のその生きてきた境遇だったり、自分の置かれてきたね、今までの人生のこう振り返ってみたところで、まあ自分はあまり運が良くないなって思うなら、やっぱりその自分が悪いなりにやっぱりあがいていく、まあいろいろやっていく、そして、まあ普通の人でないために、普通の人じゃなくなるために努力を積み重ねる、まあ特にこのインターネットでお金を稼ぐっていうところであれば、普通でない人になれると、まあすごく大きいお金が稼げると思いますんで、まあ、その努力を積み重ねるっていうことで、その大きく飛躍するタイミングがいつか来るんじゃないかなとは思ったりもするんですね。まあ、さっきのクリリンのところですね。本当にうまく力を引き出してもらう人に出会うことによって、まあ何かが変わってきたりもするので、まあ、それまでは本当に自分でしっかりとこう、悪いなりに、まあ自分でしっかりこう積み重ねていくことによって、何かこう、道が開けるんじゃないかなと思ったりもいたします。はい、そしてですね、展開力の話ですね、最後。これはですね、一つのキーワードから物事を広げていく力を持ちましょうっていうところが、久保さん言っていただいたんじゃないかなと思うんですけど、これもなかなかその、ね、じゃあ、ねえ、どっから広げていくんだ、どうやって知識を広げていくんだっていうところなんですけど、これも自分もなんとなくなんですけど、まあ、ある意味これ好奇心から来るものなんじゃないかなと思うんですね。まあ、単純にその自分が好きか嫌いかっていうところで、まあ、単純に興味が湧いたものっていうのを調べていた結果、知識がまあついていったっていうだけなんじゃないかなとは思うんですね、これ。まあ、もちろんね、そうついていったからこそいろんなことをその関連して調べていったっていうところもあるとは思うんですけど、まあ、例えばこれを YouTube に例えるなら、そして自分に例えるならばですけど、まあ単純にこの YouTube を自分始めたんですけど、再生数回るのにどうしたらいいんだろうって単純に考えたんですよね。もう単純明快に。なんでみんな回るんだろうって。なんで回せんのかなっていうのをこういろいろ、まあこれ YouTube のことをいろいろ調べていったとか、他のね、
動画作ってる人いろいろいるんで、まあ、調べていった結果、あ、こうしたら回るのかとか、あ、こういう、こうやって回ってる例があるんだなっていうのをこういろ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 こう調べていって、いろいろこう調べていった結果、まあ、これもう単純に一気にもう結果をいきなりすっ飛ばすんですけど、その YouTube を教える塾を開くことになったっていう、もう単純にこの物語がすごくシンプルなんですよね。自分がこの、なんでそのみんな再生数こう回ってんのかなみたいな。なんで自分回せないのかなっていう。まあよく考えたら自分がね、何者でもないんで回せないっていうところはあるんですけど、まあそういうところを全然意識もしてなかったので、なんで回らないんだと。おかしくねみたいな。おかしくねっていうところをこう問い詰めて、まあいろいろ調べていったら回ってる人がいるから、じゃあ同じことやれば回るんじゃないかっていうところをこうやってみて、まあ結局、まあこうなったみたいな。こうなったみたいな。いうことで、そのものすごくなんかシンプルなんじゃないかなと思っていて、だからそういう意味で言うと、興味のあることにその自分を委ねていくっていうところも大事なんじゃないかなと。そのお金を稼ぐっていうところで、お金の稼ぎ方、いろんな稼ぎ方っていろいろ調べていくと思うんで、まあこれって調べていくと、これって合わせていくと思うんですけど、もう逆にその自分がやりたいことっていうことからお金をマネタイズすることを考えるっていうのも一つの手なんじゃないかなとは考えたりもしてて、自分の興味のあることをだったらやっぱり結構頑張れるし、その嫌いなことでも好きになっていく、好きになれるんですよ。だからもともと全部嫌いだったらもう全部嫌いでどうしようもないんですけど、自分の好きなことの一部で嫌いなことがあると、もうそれって結構頑張れるんじゃないかなと。特に自分だとやっぱり初めはサムネを作るのがすごい苦手で、もう苦しくて、もう本当に時間かかってて、30分とか1時間とかね、一つの動画にかかってたんですよね。全然うまくいかないし。でもやっぱりこうやることによって、なんか少しずつこの嫌いなこと、でもこう同じこと書いてますね。よほど気になったんですよね。その嫌いなことでもやり続けていけば、まあ好きになっていく。最近ね、サムネすごくうまくちょっとできるようになったなっていうところがあって、まあだからこれってそのやってみたことで新たな発見っていうことが結構あるんですよね、自分の中でも。だから本当嫌い嫌い嫌いだったのが、あ、なんかやってみて少し、なんかやってみて面白くなったなーって。この前その自分も塾生さんとちょっと対談する機会があったんで話してたんですけど、なんか面白くなったよーっていう話を聞かせていただいて、あ、そうなんですねみたいな、面白くなりましたかっていう話をしてて、だからこうやっぱりやってみてることで新たな発見がある。まあだからこの人生って少し面白くなるのかなと。まあこれはお金を稼ぐ稼がないとかそういうところを超えてるんですけど、その自分が今までやってきてないことに対して、こういろいろこう挑戦していくっていうことによって、やっぱりこう、すごく変化があったりすること。だからこの自分の興味のあることに自分を委ねていくことによって、まあいろんなこう知識がこうついていったり、そしてその知識をつけることによって、まあ嫌いなことだったんだけど、その知識の力で、こうやればうまくなるとか、こうやったらもっと早くなるとか、もっと効率が良くなるとか、そういうところをこういろいろやることによって、嫌いが好きになったり、そして新たな発見がある。まあそれが長い人生を生きていく中ですごいプラスになっていったりもするんじゃないかなと思ったりもいたしました。はい。ということで、こういろいろちょっとお話ししていったんですけど、まあこんなところで、まあここら辺でね、終わろうかなと思います。はい。ということで、ここまで、放送、ここまでの放送は、覆面 YouTuber たかがお送りいたしました。ありがとうございました。そして久保さん、次回31話もよろしくお願い、31話じゃないな、33話ですね、もう33話、33話よろしくお願いいたします。はい、どうも、失礼いたします。